はい、えー、今回ですね、えー、ドリア家政から結果報告いただいたのでシェアしていきたいと思います、えー、職場で入院した人の頃やなら忙しくて結果報告を遅れました6月は一眼レフ13台レンズ12本ミラーレス3台ノートパソコン1台で利益12万2000円となりましたヤフオクでジャンクカメラや車の部品を18品出品して約8万9000円のキャッシュバック前にジャンクカメラを売った金額と合わせてヤフオクで約14万5000円の貯金があります、えー、今月は高額レンズの勉強は 勉強や安く望遠レンズをい仕入れる方法を探す時間に使ったのでノートパソコンとミラーレスのリ入はしてミラーレスはしていませんえ9月中にある程度まとまったお金が必要になったのでコンビニを含め稼ぐことを頑張ります作業量を増やせばお金の悩みが解決できるなんて本当に素晴らしいことですまた連絡しますということでそうですねあ着実に売ってますね着実に、はいまあ、今回ですね結果報告いただいたのが、まあ、あのこ まあドリアカの熟成さんでもあり講師を務めていただいている斎藤さんですね斎、はい、藤さんですね斎藤さん斎、はいはい、藤先生です斎、はい、藤先生はですねあのまあ以前僕が販売したあセミナー映像を買っていただいてカメラ転売っていうのは全く初心者の状態から始めてで 今、カメラ転売で稼げるようになっています。で、えっと、斎藤式カメラ転売ということで、講義の方も転売で、転売めちゃくちゃあるんですけど、これですね。斎藤式カメラ転売。こちら、講義の方もついあの提供していただいております。はい。まあ、本当にやった、やれば稼げるということですね。はい。おめでとうございます。まあ、まあ、毎月ね、最低でも10万以上は利益出してると思うんで。 前報告いただいたときは15万ぐらい出たときもありましたし、うん。だから利益が出ないってことがまずないですね。これ、純利ですから。はい。ということで、えー、まあ、カメラ転売やられてる方は、頑張ってやっていただきたいなと思います。では、えー、終わります。ありがとうございました。